ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は史上最高のサブマリン投法山田久志について触れてまいります。1961年ドラフト1位で阪急に入団した山田は通算成績284勝17年連続2桁勝利12年連続開幕投手そして3年連続 MVP と数々の偉業を成し遂げました。1976年には自己最多の26勝阪急のエースとして引退後はオリックス中日のコーチを経て中日ドラゴンズの監督を務めています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は史上最高のサブマリン投法山田久志について触れてまいりました。